全国の良い子の皆さん、こんにちは。さあ、今日はですね、スバルサンバーの、紹介なんですが、今ですね、60キロぐらい走ってきまして、それでそのこのエンジンオンなんですが、これ実はですね、エンジンを切っているんですが、スバルのサンバーの場合にはこのようにですね、エンジンを切ったら必ずというわけじゃないんですが、60キロ以上走るとですね、こういうふうにエンジンファンが回るんですね。で、今、騒音計って言えばいいんですかね、サウンドレベルメーターで音を測っているんですが、だいたい平均70デシベルぐらいの音です。時々ですね、これもうちょっとうるさい感じの音が、しなくもないなというような感じでは、あります。そうですね、はい、だいたい60ぐらいですね。はい、これ中古で買った車なんですけど、なんかここネジが外れてますね。一個ね、つけてないですね、これね。ネジのような感じがしますけど、車屋さんに行ってちょっと見せなきゃいけないですね。はい、さて、車全体的には、まあ、こういう感じで、車が、ありますけれども、メーターがですね、今118,058キロになっておりますが、私が先月4月に、令和2年4月の20日過ぎに購入した時には117,400キロぐらいだったんじゃないかというふうに記憶しております。今回、このスバルのサンバは2回目の車になります。以前はスーパーチャージャーの、5速に乗っておりましたが、まあこういう感じの車であります。特に目立ったへこみとかあります。これちょっと擦り傷なんかちょっと擦ってますけどもね、なりました。今ちょっとエンジン見てきて、はい、エンジン止まりました、ね。これは、まあ、軽自動車にして珍しく4気筒のエンジンで、まあ、ですが、まあ、こういう感じになっております。非常にですね、走りは今のところスムーズなんですけど、このネジだけはちょっと気になりますね。もう今ちょっと初めて気がつきましたけれども、はい、実はなぜ、スバルサンバを紹介するかと言いますと、私のサイト自体は車の販売するサイトではありませんし、こういうもののマニアのサイトでもありませんので、あれですが、実はですね、この今のエンジンファンの音を静かにするために、テラヘルツ水をですね、あるところに入れるとこれの音が静かになったりとか、これ多分令和2年の6月に撮影すると思いますけれども、これあれかな、ちょっと見えません、はっきり分かりませんが、エンジンオイルフィルターにあるシールを巻くと、これもテラヘルツの周波数を照射したものですけれども、やると馬力が上がったりとかですね、します。そういうことで、次の動画では、テラヘルツを使うとですね、この車がどれだけ激変していくのかということを皆様に、ご紹介したいと思います。よろしくお願いをいたします。今日の動画は以上です。よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。